白田とも表記されることもあった。いくつかの流れがある。とすけじかの北氏は大和国北の省が発祥の氏族である。かむやい耳の命の光栄で、次国像として、大和国山部軍に栄えた豪族であり、本生は、宮古す名なを、後に、藤原姓を称するようになる。この北氏の人物としては、戦国時代に、大和国の大名、筒井支配下の北義美がいる。 また、赤羽刑図の記述に、恐部症有反則の女子、北、加賀守寂弘妻、東国山部軍昭和中とある。なお同じ山和国の人として、合式には十四軍統治の氏の一族である北春、聖という名前が見える。関母兵士清盛流の北氏は、清盛の子、友盛の次男、平友忠の子孫と称する北氏である。伊賀国北方に住んでいたとされる。 家門は、八葉車輪の打ち上げ波長、折茂寺、丸に蔦である。聖は源氏佐竹氏族の北氏は、北地国の佐竹氏の一族である。佐竹氏居城の大田城の北に住んだことにより、北の名前が発生したとされる。戸村本佐地区系図の中期に、佐竹佐右門大部、吉春の子、佐右門吉信と見え、吉竹の名跡となると記されている。この北氏の人物として、 佐竹氏族系図北東文には、北吉信義重その弟、吉門某とあり、諸家系図さんも同じ内容を記載している。新編国史に、北、佐竹義春の三つ子義竹、三郎,三郎、又三郎と称し、久米城による。双子あり、義重、吉門という。義重、又次郎、天文八年武水に戦死す、こなし。弟、吉門後を継ぐ、また、 七郎と称す。子義子子。また、七郎左衛門徳と称す。その子、義方子なし。弟、義信を後とす。また、三郎左衛門徳と称す。はじめ、李院におり、後くめにとる。地、大田の北にあるをもって、人呼んで、北殿というと記述されている。聖は源氏南部支流の北氏は、南部事実の子、南部宗ザが、北と名乗ったのが、 始まりの氏族である。奥南旧四六付録の新秘妙南部五一家支流では、北市、時座根公の三男、孫三郎胸座根をもって、外す、これも三古五条の北に屋敷有志ゆえ、世人北との都市す、北の別れ、北州、入院、桜田、明日はとこの北市の発祥について述べている。この北市は、 生は源氏南部支流の北氏の子孫とされ、三古南部市代々の重臣であり、近世には森岡藩主となった氏族。本姓は源氏。家系は生は源氏の一流で、川内源氏の傍流、海源氏、南部氏の一門にあたる。元は県吉氏といい、南部氏の居城、三古城の北に館を有していたため、北氏と呼ばれるようになったという。 奥南九四六では、南部市、第三大当主、南部事実の四男、孫三郎宗真が、北市を称したとし、その子を、そ愛としているが、その後を伝える北市の経図はない。北親愛以前を全期本家と称している。親愛の父は、参考書家経図に、南部市二十一代総領南部新義の子、松室愛とあるが、 北市以外の南部家の他の伝えには真偽に子があったとするものはない。ただ親愛を南部真偽の孫として見るのは世代的に妥当とされる。外祖父の県義五郎に養育された松室愛は県義氏を継いで県義上司となったという。一方で南部真偽の弟で太閤寺子僧である堤男女左衛門の三安の孫が親愛とする系図や、 工藤氏所流の県吉藤原愛生の子が親愛とする、系図もある。なお北親愛がその場し、愛久に文法する際、種市が本名であって実は、藤原製工藤氏であると発言している。このため南部市の北州術の末栄説は、仮坊だともされる。北市の動向が明確になるのは親愛の代で、かつ、矢内の変異後のことである。北親愛の活躍北親愛は、 南部市一門の長老として歴史に登場した。すでに、八の平氏、九の平氏に続く勢力を有していたと見られる。元気二年から始まった、矢内の変では、南部信長を保護し、南部春政と争った。南部春潰死去後には強引な手段によって、南部信長を二十六大僧侶の座につかせた。このため、信長の側近として徴用され、外交、軍事で活躍した。 天正18年、南部市と秋田市が、比内軍を争った際、親愛の子、真国が戦死した。また親愛の弟、北壇城は、比内軍で南部側につき秋田市に攻められていた五条目、兵庫を救援に向かい、大岳兵の戦いで打ち死にした。ただし団城は、一旦落ち延びて、五条目領で自害したとも伝わり、自害した地には、団城と、 家臣十二名を祀る十三期神社が建てられている。天正十九年に、久野平正美の乱が起こると、九戸方につき南部市によって、滅亡した一戸死給料を、北一族は与えられ、久野平正美へのおさとなった。長男、彦助愛一は、県吉城から移って、寺田勘を領し、次男、朱名城周愛は一個城を領した。周愛は九戸方の一個猛攻に耐え、 その功で乱後に、花巻城8000国を得ている。しかし、周愛は、慶長3年に死去、花巻城代は父、親愛が継いだ。ただし周愛は一個城の戦いで戦死したとも、伝わるため、一個調子城では、周愛の花巻領有を疑問視する。慶長18年、親愛が没すると花巻城代たる北氏は、断絶、藩主、南部都市直の次男。 マサオが新たに二万国で花巻城に入った。ただし首名によって、親愛の語乱で二千国を有していた。真夏が、周愛の名跡と親愛以来の北氏の祭祀を継承した。長南愛一が分家していたためとみられる。親愛以降の北一族、彦助愛一は二千百五十国を治療し、その後は、この左衛門の佐治愛が二千百国で継いだ。しかし、 左右衛門の佐治木愛は藩主の高狩りにおいて配下のセッが獲物を逃す不祥事を起こしたため処分を受け、勝直義がそのまま死去したために、着難北愛二が五百国しか告げず、大臣から転落した。そして三代目の愛二は病で、すぐ隠居してしまい、時代の北岩礁は創生した。こうして北市着銃は断絶した。参考書家系図によると、 岩章が有していた、北家僧侶の座は、愛イの弟、北愛イが継いだという。愛イは、直義の医療の内別の300国を治療し、北清末の第二分地で250国となったが、火増され262国となっている。しかし、北愛イの時彼が自殺してしまい、過六修行処分となり、着難、北刑報が許され再行されるが50国となり、幕末に至った。 直陽氏の弟、北愛子との長男、真本は、愛知の次女をめとって新たに二百国を有し、後主名により、本家から五十国を分置され、加盟を北手と改めた。愛子と次男、愛路は、梅田氏を称し、新たに二十二国を与えられて続いた。北氏の威廃を継承した、九兵時期次の家は、八の兵士、中野氏と共に、南部か中で代々家老などを歴任して、 大臣のまま幕末に至った。三代目の北勝樹は、藩主南部行進が儒学を奨励したことに乗じて、七子愛心、北川宗春らと儒教に則っ,った改革を行おうと、するが失敗し出居処分となった。ただし彼は後継ぎ、北京次の死去に伴って再び家を継ぎ、再度儒者論が原因で隠居した。彼の日記、勝樹日記が残っている。文政元年、 当主、南仏具高は主名により、加盟を南部市に改めている。なお、漢文5年8の平反の成立によって領地が、道の区大湯となり、またこの南部複製のため、自家継系は大湯南部市とも称する。国高は、自家継の子、北信津具の時2150国に加を、北伏次の時にった改めで2250国。 すぐたかの時き2620国へ数を、南部最終の時高直しで2760国となった。明治2年に最終は、藩が母神戦争に敗北する中で禁止、出居処分を受ける。後許され着難、北西大が次が南部西ではなく、北市での取り立てであった。南部西に服するのは、西大の子、南部住県の時である。親愛の抜死。 愛久が五百国を領して、種市市を称している。親愛の外政で養子の直吉は、南部下に仕えていたが、出奔して、大阪城に入り大阪の陣で豊臣方となったため、戦後に処刑されている。実戦は、実施、細戦、二重戦は養子。北、松室愛。親愛。直吉種市愛久し愛次学に終愛愛一。 なおかつのぶつぐあいことなおよし。はの平ぎはかりごとかつぎ。梅田愛だ北い愛ほくしゅあいもとあいきあ次。じ。きょうつぐあいつぎぎあいがんしょう。かつぎせいぼん。ふしつぎまなつぎ。つぎあいしちのへつぎたまものつぎたんがんしょう。つぎりゅうつぐむせいおの。なんぶつぐたかあいそう。つぎひろしつぎどうあいしょう。つぎところつぎゆたか。 継承継道。継女系名、最終彦太郎彦右衛門。北西大継継継へ。南部住県。北継ぐむの養子、南部継高について、和野ノ志氏では、北継丹の子で、継部の弟とする。参考書家系図では、北継愛とありきた伏次の三男で、継丹、七のへ継玉ものの弟とし、別名を、継立ち、継高とする。 なお、参考書家系図書士求人由書書上、五番割縁禁帳によれば、次合いは、安永五年五月出生、不死次は、安永八年五月死去、次広氏は、明和五年九月死去という、官無兵氏法上支流の北氏は、三家国八将の氏族である。この北氏について、三家名門衆が、法上高時の次男、法上時行の長子、 伊勢小次郎次長の四代の地の子孫、伊勢するが守れている奴の弟、男女、宇治清、三名郷、清の子となり、か吉元年三月、久米軍北分北方に築きている。応仁年中、細川、三名の京子に戦うや、京清の子、清清ら、持ちとよ、遠久、赤松正則、そのところに常時、岩屋城を攻撃す。宇敗戦し、その長子は、 大河原大前林明とゴース。その後段上力、剣物辞教を経て、宇治のりに至り、天正九年、毛利照元の撃破するところとなり、落城戦死す。長子、左衛門の城と七下、北方にいる、これを北市の外す。弟衛門上寺教はおじ、江原下継の保育するところとなり、文禄の役、下継の将となりて陣中に死すと言い伝えを、記している。 秋国の国人領師毛利氏から出た北市である。毛利高原の子、おさむが北市を称したとされる。阿波国の北市である。古城記、海部軍部に、浅川殿、同北とのアーマラソン、藤原市、家門、丸中に、藤の字と記載している。阿波国の北市である。古城記、海部軍部に、雪殿、同北との兵士、家門、蝉の上はとある。 山梨から派生した北市である。三名系図に、宇治清の子、満氏、北七郎民部昭友、一本、小次郎とある、菊池氏族の北市である。一本、菊池系図に、左京大部県庁ただちと記述されている。またこの北市の一族と思われる菊池氏家臣の北市が、おり、永正三年の正隆侍町、永正二年の連所に、北山城、 守る孔村という名前が記されている。有道み北氏は、武蔵七島の一派小玉島の一族。ありがとうございます。